シュメールの神話は、シュメールの神話である。メソポタミア神話全体に大きく影響を与え、フルリ人、アッカド、バビロニア、アッシリアの神話、その他の文化に引き継がれた。紀元前19世紀の設計文字で書かれた三歌。この三歌は、ラルサノルガルイィンガガンに当てられている。文字の発明までのシュメール神話は、交渉によって語り継がれてきた。初期のシュメールの文字は、 記録手段に過ぎなかったが、初期長時代になると参加という形の宗教文学に、そしてナムシュブと呼ばれるまじないに使われるようになった。初期のシュメールの都市国家では、寺院は一段高い場所に作られた小さいワンルームの物件だった。その後初期長時代に複数の部屋とテーラスを持つようになった。シュメール文明が衰退する頃にはジックラトが、 メソポタミアの宗教の寺院様式としてふさわしいものとされるようになる。寺院は文化、宗教、政治の中心として機能し、およそ紀元前2500年頃にルガルが生まれると政治と軍事の中心は宮殿に分けられた。シュメール人のシントルガル、すなわち王の登場まで、シュメールの都市国家は、縁の組織による事実上の真剣政治が行われていた。 神官たちは都市国家の文化、宗教の維持を担っていた。彼らは人と自然の力とをつなぐ媒介者と考えられていた。神官は寺院に住まい、都市の存亡を左右する大規模な灌漑事業を含む都市国家の諸問題に取り組み、統治を行った。ウルダイ三王朝時代、シュメールの都市国家ラガシュは62名のラメンテーション、プリーストを雇っており、 それぞれには合唱団と楽団が合わせて180名ついていたと言われている。シュメール人は世界を閉じたドーム上で、その外には原初の海が広がっていると考えていた。ドームの基礎をなす地表の下には地下世界とアププーと呼ばれる淡水の海が広がっていると考えていた。ドーム上の空を司る神は、アン地上の神は、木と呼ばれた。原初の海は南無と呼ばれ、 シュメールルネサンスの中でティアマトと呼ばれるようになった。原初のアントキがエンリルを生み出し、エンリルは後にシュメールのパンテオンのリーダーとなった。大気の女神、ニンリルを妻にしようと彼女を犯したエンリルは他の神々に咎められディルムンから追放された。ニンリルは月の神、ナンナを設けた。ナンナはニンガルとの間に戦争と法上の神、ナンナ、そして太陽の神、ウトゥを設けた。 増えた神々が食料を得るために、定位の神々は農作業などに追われるようになった。このため、知恵の神である塩基が神々に代わり労働する人間を作り出す方法を考え出した。これにより、母神である南無が粘土から人間を創造し、その手伝いは忍魔府が行った。後に神々は大洪水を起こし人間を滅ぼすが、塩基は王で、 信仰深い神官であったジュスドゥラへと洪水が起きるという信託を下していたため、ジュスドゥラは大船を用意し、家族や動物の種を乗せ生き残った。7日7番の洪水の後、船から出たジュスドゥラが神々へ、お牛と羊を捧げると、神々はジュスドゥラに永遠の命を与え、東方のディルムーンへと住まわせた。シュメールの神の彫刻。 紀元前2550年と2520年の間シメールではもともと擬人間を通した多神教が信仰されていた。彼らは宇宙や地上の自然の力に神々を見ていた。その神々は紀元前3000年期の間に人間中心主義的な側面を持つようになり、自然の神々はそれぞれの都市の神となった。塩基やイナンナのような神々はその地位、力、 知識を天の神案や最高神エンディルから授かったという見方が定着した。この世界観のシフトは近隣のアッカド帝国の宗教やシュメールの都市国家間で頻発するようになった軍事的争いによるものだと考えられている。神々に授けられた権力を都市国家や神官から権力を与えられたルガルと重ねていると見ることができる。記録上シュメールは 紀元前2900年を遡ることはない。しかし、シュメールの文明は、紀元前4500年から4000年の間に起こったと考えられている。紀元前3000年期、最初期のシュメール文学には、アヌ、エンリル、ニンフルサグ、エンキのシラの神々が登場する。この神々は時に、お互いにちょっかいを出し合ってはいるが、協力して、想像を行った。 たくさんのシュメール神々のリストがいくつか見つかっている。神々の序列やそれぞれの関係は、設計文字の粘土版の解読の中で調べられている。大部分のシュメールの神々は、アヌンナに分類される。一方で、エンリル、イナンナを含む七柱の神々は、アヌンナキと呼ばれる、地上、明界の審判者に分類される。アヌンナキは、天から地上に降りた者たちを意味する。 ウルダイサン王朝の頃、シュメールのパンテオンには60の60倍、すなわち3600の神々が存在するとされた。以下、主だった神々。紀元前24世紀のサルゴンの侵入に先立って、北部メソポタミアでは、シュメール人とセム語族のアッカド人との間に、言語的文化的な交流が幾く世代にも渡り続いた。シュメールの神話と宗教的習慣とアッカド文化は、 急速に統一されてゆき、その中でアッカドの宗教体系のほとんどは失われたと考えられている。シュメールの神々はアッカド人の中に受け継がれ、その中で発展した。それらのうちの一部は実質数のまま後のバビロニアやアッシリアの時代まで残った。例えば、シュメールの神アンはアッカドではアヌになり、シュメールの延期はエアとして受け継がれている。 シュメールのニヌルタとエンリルはアッカドのパンテオンの中でもほぼ同様の役割を果たす。紀元前17世紀にはバビロニア系のアムル人が南部メソポタミアに勢力を築いた。コバビロニアの時代、シュメール語とアッカド語は宗教的な目的で保存された。現在の歴史学者たちが目にする大部分のシュメール神話はコバビロニアの時代に由来している。すなわち、 バビロニア版のギルガメシュジョジ史に代表されるような、シュメール語の文献の写本と、エヌマエリシュのようなシュメールやアッカドの影響を受けた、バビロニア神話である。シュメール、アッカドのパンテオンにも手が加えられた。その変更は、最高神、マルドゥクの登場に顕著である。シュメール女神イナンナも、またコバビロニアの時代に、イシュタルへと置き換えられた。紀元前1200年までのいずれかの時点で、 フルリ人は、アッカドの神、アヌを彼らのパンテオンに取り込んだ。あやに相当シャウシカや、バビロニア時代を経て、劇的に変化したニンギルなど、アッカドの神々を、フルリ人のパンテオンに取り込んだ。シュメール神話のうちのいくつかのエピソードは、中東の宗教の中に類似が見られる。例えば、旧約聖書のノアと洪水の話は、ギルガメ主女自身に語られる。 シュメールの大洪水との類似性が指摘される。ユダヤ教の明快シェオルの描写は、女神エレシュキガルの滑るシュメールの、そしてエレシュキガルの、ハイグー神とされる、ネルガルの滑るバビロニアの気軽によく似ている。サミュエルのアクレーマーは、シュメールやアッカドのことわざと後のヘブライのことわざの類似性を指摘している。これらことわざの多くは深言に見ることができる。ありがとうございます。